日本語コンテペ日本語学習者の皆さんを心より応援するポッドキャスト。応援メッセージ「今日は留学生」。はい、今日も始まりました「えー、日本語コンテッペですね、えー。日本語学習者の皆さんを心より応援するポッドキャストですね。 はい、えー、先日はですね、前回はえ留学について、僕がえ日本人の大学生からスペインに留学したいけどどこで勉強したらいいですか、どの町ねどの都市に行ったらいいですかねとかど,のがどんな学校に行った方がいいですかねとかそういう相談を受けまして。 あのまあ、そこからインスピレーションを得て、えー、日本に留学する皆さんのねあもうも,もしかしたら留学してるかもしれないですけどねもしくは留学の後かもしれないですね、うん、でそういう、えー、人にも同じような、ねこあのまあ、アドバイスというかねできるアドバイスができるかと思いちょっと取り上げてみましたね前回は、まあ、結論から言うとあのやっぱ自分が好きなとこに行った方がいいっていうことですねはい。 というのがやっぱりいろいろメリットデメリットを上げていくとどこにもやっぱりメリットデメリットありますうん恋人を探したりね結婚相手ね、えー、見つかったりした人はね結婚してる人とか分かると思うんですけどメリットデメリットだけじゃないですからねうんなんとなくこうやっぱりなんとなく会う人とかねなんとなく会う街とかねなんとなく会う学校ってあると思いますねうん いい先生がいる学校とかねなんか評判を見つけてねただあのいい先生がいるからその先生いい先生があなたにとってですねいい先生かというとそれはわからないんですよ本当に実際会ってみるまでね、うん、ね。例えばブラッド・ピットってかちょっと古いですね、まあ、古いというのも失礼だけど例えば本当にみんながねかっこいいと思う人であってもデートをしてみれば あ私に合わないいっていうこととはあると思うんな、うん、ので、ね、誰もが思う美人だったり、ねえー、美男、ね、美男美女、ね、そういう人とか性格がいい人、ね、みんなが思うすごくこう性格がいいやつでも自分とあの合うかっていうとそれはなかなかわからないんですね最終的にこう試してみるまで。うん なので学校というのも評判で言っても評判がいい、ね、学校を選んでいったとしても自分がそこに合うか、ね、自分に合うかっていうとわからない逆にあの他の人はちょっとあんまりうんまああんまり好きじゃなかったみたいなねそういういいレビューがない学校とかね先生であってもああ僕は好きですねあの先生っていうね僕はそういう経験がたくさんありますね。これれ日本語コンテッペを、ね、聞いてくれてくる人も あの人によってはねあ、あなんだ、こいつ、この人つまんないとかね、だらだら喋ってるだけじゃないかとかね、滑舌が悪くてよく聞こえないとかね <laughs>、いろいろそういう意見もねあるかもしれないですけど、逆に言えばあ、あ私はこういうポッドキャストを探していました、鉄平先生、ありがとうございます、うそういうあのメッセージいくらくれてもいいんですよ、どんどんメールください、そういうえ意見もあるんですね。 なので人によって会ったり会わなかったりというのはあるので、えー、もう自分で決めた方がいいということですね自分,で自分の勘に従ってね僕がロンドンに留学したのもあの勘です、ね、ロンドンいいんじゃないのかなみたいな勘ですねでロンドンで語学学校を探して探した時もあここがいいかもみたいなねあの勘です、ね、で今思えば勘,勘が当たってたというかね自分には良かった。 っていう,ふうに、ね、思いますのであんまりこうまあロジカルに考えすぎない方がいいと思いますねもちろんあの危険な町とかそういうところには住まない方がいいです、ね、やっぱりリ,いいリスクは少ない方がいいリスクは少ない方がいいまあでもあんまりねあの留学前に心配しすぎても、まあ、気持ちは分かるんですよ心配しすぎても良くないのでまああのうんポジティブにねあの計画を進めて。 行って欲しいいなと思いますねまあいろいろありますから <laughs>、ね、あの僕からはあんまりこうあの責任とかねありますからここがいいとかねこの学校がいいっていうのはなかなか僕も知らないですね日本語学校はあんまりあのそんなにたくさんねまあ多少は知ってますけどでえー、っと今日は、えー、留学生ね院長応援メッセージ前々回かなあのー うんどういうね日本語学習者が世界にはいてっていうのを想像してちょっと応援メッセージをね送ってみようっていうようなことであの小さい子供のいるお父さんお母さんねえそういうまあ僕みたいな人ですね僕は小さい子供がいてスペイン語を勉強してますねでそういう人時間がなくて大変だろうけどあの少しですねリスニングを続けてくださいっていう話でしたね。そういうい応援メッセージでした 今回はですね留学生、ね、留学生前回から続いて留学生に、まあ、あのそういういね頑張って、頑張って、ね,頑張,ってね頑張ってくださいよ、ね、頑張ってね目標がある人、うん、あの,将来,の、ねえー、将来に向かって頑張ってる人を僕はいつも応援してますね。 それでまず、えー、語学留学ですね日本語の語,、えー、語学学校に留学したいっていう人ですね、うんあのーまあ、うちの奥さんもですね日本であの日本語学校に行ったんですけど、まあ、いろいろな生徒がいるって言ってましたね、えーまあ、そこは結構ヨーロッパ人が多かったのかなイタリア人、ねえー、ドイツ人ね、えー、イギリス人、ねえーまあ、スペイン人もね であとは、えー、ロシア人とかねであとまあアジアの人ですね、えー、中国人韓国人ねただですねまあやっぱりあの中国の方は漢字が分かるし韓国の方はあうんまあ文法がちょっと似てるとこがありますからね日本語と韓国語なのでちょっとこう早いんですよねあのヨーロッパ人に比べると勉強が進むのが早くて。 うん、なのであの結構ね行く学校がねちょっと微妙に違ったりする場合があります。というのもあのやっぱりヨーロッパ人はちょっとそういうヨーロッパ人だったりアメリカ人とかねそのあのアメリカ人って日本語で言うとアメリカ人って日本語で言うとあの The United States of America ですかね USA の人のことをアメリカ人と言います。なのであの南米、ね、中米南米、ね、の人はあのアメリカ人というふうにあまり 日本語だと言わないのでちょっとこうあの説明しておきますね。なんでメキシコ人とかコロンビア人とかねアル,ジェンアルゼンチン人とかねそういうふうにその国の名前をもって使いますね。南米人南米人って言ってもいいですけどうんうん南米の方です。 まあいいですね。別にブラジルの方です。でもいいし南米の方ですね。ブラジルの人です。ブラジル人です。でもいいし南米の南米人南米南米の人ですね。いいです。で、えー、あのちょっと別の学あのたい、えー、別の学校に行くケースもねあったりします。やはりあの中国のね中国人とか韓国人はあの日本語学習早いんで他の国の人に比べると。 そう,いうのをちょっと別の学校別のまあ僕は主にいろんな国の人がいた方がいろんな国の友達ができるからいいとは思うんですけど確かにあの僕がスペイン語を勉強していてもちょっとイタリア人と同じクラスとかになると少しねあのなんかあのやっぱり彼らは早いですからあの学ぶのがもともとの言葉が似てるので。 ちょっとついていてけないとかねの、ねうん、でまあ気持ちは分かりますねあの別の学校に行きたいというのはうんであそういう学校に行って語学学校ですねで勉強する人あとは語学学校はあスキップしたりしてあの大学、ね、日本の大学に行く人、ね、これを聞いてくれてる人の中にも大学に行く予定の人とかねたくさんいるかもしれないですやっぱ中級ぐらいまではもう終わってる人うん で日本の大学に行くことに向けて勉強してる人あと留学生ですねあのまあうちの奥さんが行ってた学校にもあ何人かいたらしいですけどハーフの子うん例えばうちの子供はハーフ、ね、日本語で言うとハーフっていいますねハーフっていうのは、まあ、あのまあダブルとかね最近言う人もいますけどまあ半分日本人半分他の国の人ねなのでお父さんが日本人お母さんがスペイン人とかお父さんが アメリカ人お母さんが日本人とかね、まあ、そういうタイプの、えー、子供たちのことを、まあ、子供だって大人だったりしますけど <laughs> ハーフと言いますね。でハーフの子があにまあアメリカに住んでアメリカで生まれ育ちでも日本の大学に留学,が留学をしたいとか留学が決まった、ね、そういう人は日本に来る、まあ、そういう人は日本語の問題がないなかったり、まあ、本当に少ししかなかったりします。 まあ、あの日本語喋れないハーフの人もいっぱいいるのでそれは全然いいんですよその今,今からね勉強をこういうあのお父さんの声に似たね君のお父さんの話し方に似てないですか僕の話し方ねちょっとこう親近感が、ね、あるかもしれないねでもあんまりこう親近感あって「お父さん」とか言わないでくださいねお父さんあの子供一1人しかいない,いないですからね「お父さん」とか言われたらちょっとこう困っちゃいますよねうちの奥さんとか。 え、何子供いたのみたいに、ね、なっちゃいますからそれはちょっと気をつけてください道で見つけてね僕を見つけて「お父さん」とか言わないようにねうん <laughs> ではですねえー、っとここで、えー、言いたいことはですね、まあ、いろいろなタイプの留学生がいて日本に、あのー、もうすでにいたりね日本に行こうと思ってると思うんですけど、あのー、楽しんでください 日本留学楽しんでください。とにかくもちろん勉強大事ですね。勉強は大事です。ただあのこれは留学どこの国にどうどういう風に留学した人にも言えることなんですけど、せっかくその国にねいるのでできるだけ外に出てね家の中でその漢字の勉強ばっかりしてないであの外に出てねあの楽しんでください。うん。 あの日本っていうのは特にヨーロッパ人、ね、あと、まあ他の人もそうですねあのどこの国の人、まあ、アジアの韓国とかだと、ねまあ、似てるとこもあるかもしれないですけどとにかくあの違うんですよね日本ってなんかあの僕も日本人として思うんですけど日本ってねやっぱりちょっとねまあ変な国なんですよね。うん、で日本人に「日本ってちょっと変ですね変な国ですね」って言うとあの嫌な嫌な あの機能する人っみんなみんなねあのそこはあの同意すると思いますね、うん、同意ね同意っていうのはあ僕もそう思いますね私もそう思います、ね、日本って変な国よねっていうね日本人でもあの日本ってちょっと変わってるってそういう自覚のねまあどの国もユニークですよ。ど、うん、どの国もユニークだけど なんかね、あのやっぱちょっと変なんですよ。これもあのいつも言うに説明できない変差があるんですね。そのその変な感じっていうのはやっぱり街に出ないとわからないね。なのであのまあ家の中でね実はテレビを見てても日本のテレビ見てると変なテレビばっかなんですよね。なのであのそういうのもわかるかもしれないですけど、まあでもとにかく街に出てあのカフェに行ったり居酒屋に行ったりねレストラン。 レストランいっぱいありますからね安いレストランから高いレストランまでねでまあどこでも結構おいしいです、うん、これはびっくりするぐらいの話であ,のあんまりねあのまずいもの、まあ、これ日本人だから言うのかもしれないですけどでもまあうちの奥さんも言ってましてこうまあ,あの平,平均というかねあのスタンダードが高いねあのまた今ちょっとあの洗濯機がガーっていってますね すみませんね、うるさかったらあのごめんなさいですけど朝なんで洗濯機もありますよでまあそういうのであの食べ物がおいしいしねで留学生のあのまあ僕実はですねあの留学生たくさん知ってるんですというのが僕はロンドンに留学してでロンドンから日本に東京に戻ってきた時にあのまあお金がなくてですね <laughs> <laughs> あのルームシェアをした,したわけですでそこのルームシェアっていうのが日本でいうとあのゲストハウスって言われるようなとこだったんですけど各国の留学生があ住んでるで、まあ、寮みたいなとこですね寮ねドミトリーみたいなとこで、えー、まあ本当に学生ばかりねスチューデントばかりが住んでるんですねでいろんな国の人に会いましたねあのロシア人ロシア人が多かったですねそこは韓国人。 えー、アメリカ人イギリス人スウェーデン人うん、えー、あとはどっかなどこかな南米はいなかったなスペイン人もいなかったなうん,なんかロシア人が多かったです、ねえー、多分そのエージェントがあったんでしょうね、うん、あの留学生を紹介するエージェントがロシアにあったの。 かもしれないです、ね、アフリカアフリカの人いましたねどこの国だったかなナイジェリアだったかなあとケニアだったかなうんでまああと日本人が10%ぐらいそこはすごく大きな量で50人ぐらいが過ごし、えー、住んでたんですね一緒にでまあ日本人が5人5人 <laughs> 10人まあ多分多くて10人20%はいたかなでも10人いや多分 外国人の方が多かったですねどう考えても、ね、で僕はそこであのちょっと住んでたんです、うん、でいろんな話を聞,聞いたんですね留学生に、うん、でそっからの友達になったりしてそっから長く、ま、今でもあの連絡を取り合う友達も多いで,す、ね、でもう彼らはすでに留学,時留留学生じゃなくてあの仕事をしてるんですよね日本にいたりあとは自分の国に戻ったりねいろいろなケースがありますけど。 でまあ、留学生に、えー、その時に聞いた悩みとしてはやっぱり日本人の友達ができないうん。で日本人の友達ができてもちょっとこう、まあ、あの難しい、ね、日本人の感覚はよくわからないということでちょっとそういう悩みを抱えてたんですね。うん、これはあの僕もロンドンに留学してイギリス人の友達ってはっきり言ってできなかったです。うん あの外国人の友達はたくさんいたんですけどイギリス人の友達はできなかった、うん、イギリス人の友達ができたのは日本に戻ってきてあの日本にいるイギリス人と親しくなったって感じねっ留,留学中はですねあのその国の人とあの親しくなるって結構難しいんですよねこれなぜかというとう やっぱりですねあの日本人まあお互いなんですけどあのまあ住むあの住む世界が違うというとちょっとねなんか響きが強いですけどあのま,ああのまあ留学生はあの語学学校だったり大学に行ってで大学でもあの他の大学生いるんですが結構留学生同士でね まあでもそれも分かりますね気持ちも。でなぜかというと他の学生はあの英語をしゃべれなかったりとかねするので,でこれはですねやっぱりまずはですねあのなぜ留学生が日本人の友達ができにくいかというとまず,日本語です、うん、まず日本語があまり話せないと日本人の友達を作ることは結構難しいですね。うん あのまあ、これ当たり前すぎるかもしれないですけどやっぱ言葉がね言葉が不自由だとコミュニケーションっていうのは難しいですうんなのでですねできるだけも,うもちろん日本語は日本に着いてから、ね、日本で勉強する、ね、その日本語を勉強するために日本,日本に行くんですけど行くまでにできるだけ自分の 日本語のレベルを上げとく、ね、できるだけこの「日本語コンテッペを聞いてあのこんな感じでね僕みたいにあの自然にですねまあ僕は日本人なんで「えー」とか言いながらね「えー」とか「あー」とかね「うーんと」とかね「えー、っと」とかねそういう感じで自然に話せるようになるとあの日本人のね友達もできやすいかなと。うん やっぱりあの日本人のね大学生とかもなんか英語が得意な人はいいですけど英語が得意じゃない人はあの毎回ね英語でしか話せないとかそういうあの制限があると英語じゃないとだめとかねプレッシャーがあるとあのなかなかねこう一緒に遊んだり遊ぶっていうのはそのまああのカフェに行ったりとかねあのショッピングに行ったりねこうなかなかちょっとこう徐々にねその 疲れてきちゃったりとか、ねまあ、英語は得意な人は逆にあの嬉しいでしょうけどねあ英語話せる、ね、あの英語話せるからカルロスと仲良くしたいとかねいろいろあるかもしれないですけど英語喋れない日本人ただ英語を喋れない日本人のがこが日本語学習者の皆さんにとっては得ですから、ね、英語を話せる人だと日本語上達しないので、ね、日本語を上達したいんであればあの英語を喋れない日本人の方が あいいんですねあなたにとってはいいです、ね、なのでできるだけ日本に着くまでに日本語のリスニングをとにかくあげておく、ね、リスニングができればスピーキングは徐々についていきます相手の言っていることが分かれば会話っていうのは進みますね「うん」か「うんうん」ね「はい」か「いいえ」まあいいですけど普通、ね、友達と話すんだったら「うんうん」あ「あうんうん」うん ね、うんっていうのはいいえのことですね。えまあこういうのもちょっとずつ説明していかないとダメですね。ではまた頑張ってくださいねみんな留学まで頑張って。